お、バリトン、サクソフォン、バンド。本年も何卒よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はね、あのレコーディングをしたんですよね。それで、まあとりあえず今日の成果を聞いていただこうと、ね、思うんですけど、全部は出さないでしょうね。まあちょっと今ちょっと難しい曲あれとかあれとかやっちゃうね。それではお聴きください。どうぞ。いいじゃん。痛いまで痛いまでこけてる。何こけてる。巻きの引きを取ったカメラがないからあんまり面白くないじゃん。どうなったかな。痛い痛いまでこれは。We'll be right back.
チのソロ。本当にそれ、僕のソロでした。よく聞いてくださいよ。もう、何を流してるかよく分かってないんだけど。今の時点ではね。バリトンのソロね。そう。あのバリトンのソロ。白坂君の声援がね、決まりました。まさか、大堀さん、よくあそこで5オクターブも上げました、ね。いやただのリードミスだから、それ。黙々と片付けてる人がいるね。体力の限界。あ、そうですね。それで1月30日の次のライブっていうのは、それはあ、そうですね。今の決まってるのは3月17日、六本木サテンドールにて、ライブを行います。こちらはゲストボーカルに、広瀬凛子さんをお迎えして、フォーバリトンサクソフォンバンド with広瀬凛子実験室というタイトルでお送りします。何が実験室なんでしょうね。いやー、実験的なことやってるけど、このバンド自体的だと思いますけどね。このバンド自体がまず実験的なバンドですね。まずね、このバリトンの上に歌が乗っかるってどこも被ってないというね、音源がね。被ってるのかな、多少は。被ってないか。被ってないんだ。被ってないんじゃないですか。あ、はい、でも、トーンキングの真ん中辺ぐらいまで行くよ、これ。あ、じゃあもう被って。それは被りますよ、私は。あ、被る被る。ちなみに何曲アレンジしてるんですか。3、4、まあ、できるだけ。そんなわけなんで、3月17日、六本木サテンドール、お楽しみに。趣味に2 うまく編集できるのかな、これ。今年はですね、なんかその時間をちょこちょこ作って、こういう番組的な動画を少し作りたいなと思っております。何か、アイデアが、ございましたら、ぜひこの辺まで、下の方にリンク貼っておきますので。こっち行きましょう。あ、コメントに書いてもらえる。そうです、コメントにいただければ。そうしましょう。取れてる？え？止まったんじゃない？どこが撮れてるの？あ、今それ動画だ。どこが撮れてるマーク？あ、写真になっちゃった。写真は何枚？自分の写真撮ったんですか？今回ってたんですか、そもそも。回ってなかったかな。ガーン！すげえ、これ。なんてことですか、ちょっと聞いてくださいよ。これ私に、私の方に。あ、来て来て。そしたら、大堀さんの、だって、何かに喋りかけてる。あ、コメントしかないから。もう一回やりますか。メインのところしかも背中でかぶって、これこうかな。何話しましたっけ。まあ大丈夫でしょう、多分次回のライブの、じゃあまあそう、次回はフォンタナですよ。4月30日、はい、武蔵境フォンタナ、はい、写真武蔵境。今年はあれですね、もうちょっとまたコラボ企画も充実させて。今何で言ったんですか。コラボ企画。コラボ企画。コラボないで。コラボ企画ね。コラボ企画をね。なんか、ね。そうですね。どうですか、あの、管楽器のゲストの方を。ね、誰か。それはもう、前々から、ね。ああ、そうですね。お願いしたいと思います。あの方を。あの方をお呼びして。いいですね。お呼びして。もう、野獣大合戦みたいなやつですか。野獣大合戦。野獣大合戦。違う人もですね。どこ人のこと言ってるんですか、それは。違う人のこと喋ってるんだ。多分みんな思い思いに違う人。思い思いの野獣がどう。サックス吹きの野獣が頭。あとね、ちょっとね、話が全然まとまらないんですけど、まあ、ライブに来ていただけると嬉しいんですけど、1月の30日ですね。合ってる？合ってる。合ってる。1月30日。ちょっと待って。あそこにも同じほうじ茶が4つ並んでちょっと待って、もう今のカットするけど、おかし、急におかしくなっちゃって、誰あれ同じの並びたんだけど。1月30日であって、1月30日のに、武蔵境のフォンタナでライブがありますと、今年初のライブです。しかもフォンタナフォーバリトンサクソフォンバンドは初出演ですよ。しっかりしてくださいよ。というわけですよ。だから、何時からですか。何時、
7時半ぐらいですね。はい、で新曲あるかなみたいな。新曲はありますね。一応あります。ありますか。はい、ありますね。一つあります。はい、なんで今日もなんかレコーディングとかしたんですよね。いろいろとね、はい、そういうこう成果をボーンと渡していけるんじゃないかとね思いますので、気合の方はせーの、おお、心配ですね。感じなんですけど、もうね、ひどいですね、今日はもう疲れてるんですよね。朝からね、ずっとですからね。こういう機材とかも自分たちで揃えてるというか、まあ、ほとんどおごりさんなんですけど、つっちーさんがあれ欲しいなって言ったらおごりさんが買ってきてくれるみたいな、そういう流れになって、まあ、ドラえもんみたいな。ドラえもんみたいな感じ。誤解されるだろう、俺たち付き合ってないから。そんなこと誰も思ってないですよ。安心してください。ということなんですよ、だから、ね、皆さん譜面忘れないように、はい、はい、そうですね。というわけで、はい、何しろ本年も大張りとのサクソフォンバンド、はい、よろしくお願いいたします。ではここでもう一曲お届けいたします。ドお、どうぞ。どうぞ。ではここでもう一曲お届けしましょう。ユウがやるんだよ。ユウがやるんだよ。ユウがそれでやるんだよ。どうぞって。じゃあ、どうぞ。あ、それをだから、取っとかないと。これ、じゃあ、ちょっと、それで、もう、取っとかないと。ちょっと、取ってないと。サオリちゃん、巻きじゃない。この高さじゃダメ。あ、そうですね。サオリちゃん、大丈夫かけてください。どこまで、ここまでいけ。ここまでいって。大丈夫、うまく転んだら切って。ここまでいけばいいんだね。はい。それではもう一曲お聴きください。どうぞ。どれぐらい眺めて使ってるの。恥ずかしい。それはそれで何なんだろうって思われて。何してんだろう。さっきのあみたいな感じでやったのと組み合わせれば結構リアリティが出る。そうだね。なんかもうちょっといいな。まあちょっと考えろ。